井さん、こんばんは、藤巻亮太です。2000から2010という、ニューアルバムをリリースしました。この2000年から2010年というのはちょうど僕がレミオロメンで活動していた時の、楽曲たちなんですけれども、そのレミオロメンの時代の楽曲をですね、今年アコースティックカバーしました。ソロになってから7年経つんですけれども、こう当時バンドの中では見つけることができなかったような新しいその楽曲の魅力をたくさん気づくことができて、でこれを、形にしたいなと思ってできたのがこのアルバムです。僕らはいつまでも僕らはいつまでも笑い合っていたいと願うけれど、今本当に僕自身もソロ活動をしておりまして、全国ツアーを回っています。やはりこのアルバムを作ったこともそうなんですけれども、もともと3ピースロックバンドでデビューしたんですけれども、弾き語りや、アコースティックアレンジすることでより歌うことの、面白さであったりとか、言葉の一個一個の響きであったり、言葉の意味であったり、いろんなものを発見してそれをこう自分の中に向かって取り入れて、さらに、どんな編成でもライブができて、いろんな、レコーディングでいろんな方法で楽曲が作れてっていうことを僕自身とても楽しんでおります。亮太藤巻、弾き語りツアー、インザビギニングという、ツアーを全国19カ所で回っております。本当にいろんな場所に久しぶりに行って弾き語りで歌っているんですけれども、本当に弾き語りで全国を回り、全国会場では、さらにバンド編成っていうかなり豪華な、編成になっておりますので、ぜひとも皆さん遊びに来てください。以上、藤巻亮太でした。